まずは上野、そして後ろから藤野、どういった先行、そしてそれに対する後追いはどれだけ藤野がポイントを取っていけるか。近いところにいる、来た、さあどうだ、うまずは振ってくれ上野、そして見ながら水槽だ、藤野がいい形だ、いい形だ、さあ藤野が近いところ、煙で全くわからない、それだけいい水槽だったってことですよねさあどうなるか、まずは藤野が今試験通過、そして後ろから上野貴弘、さあもう少し寄りたい、ぐーんとくるか、ぐーんとくるか、藤野がまず飛び込んでくる、藤野がまたコンタクトを仕掛け、あと1ポイントはそうは取れていないか、ね、上野貴弘。